はい、黄金世代の鼓動です。今日なんですけれども、2月の16日の土曜日22時からですね、あのエデンさんの方で告知があって、 TIFA の公式大会ということで、最強決定トーナメント、ロマン飛行属性地域を超えて自慢のドリームチームで勝ち上がれというので、チームスキルの使用禁止のレギュレーションというので、こちらこれですね、ちょっと自分の連盟からも何人か出てみようかなと。みんなでワイワイすごい楽しそうですよね、チームスキル使わないので。それで結構むずいんですよ、思ったよりも。通常のデッキだと勝てないので、練習していきたいなと思って、ちょっとフレマしていきます。はい、何回か自分自身やってみたんですけど、思いのほかしんどいですね。楽しいんですけどなんかどうしてもチームスキルで乗ったパラメータかける必殺技の数値っていうのが実際に出る多分威力だと思うんですけど、それがうまく乗らないのでちょっと困っている。自分がもともと必殺技自体が目を体がだったら455しかないですし、まあ、ロベシアータも455しかない、SGGK も475しかないので、従来はこれに、チームスキル乗っけてパラメーター掛けして、まあ、なんとか強い方たちと戦えるように努力はしているんですけども、チームスキルないと純粋にこの能力が生きてしまうので、まあ、今回は、こちらのデッキいろいろ考えた結果やってみているんですが、国籍リンクとかですね、そういうのをうまく使ってやっていきたいなと。で、通常日本力っぱでやってるんですが、今回読みがちの、三杉くんちょっとテストで使ってみようかなと。あと本番は多分日本パで行くと思うんですけども、ボランチでカルツ自動パスかちょっと使いたいなと思います。ちょっとむずいな。どうしようかな、ちょっと悩んでるんですけども、ちょっとグッティを外して新田くんテストしてみようかな。新田くんがもし使えるようだったら最悪4人目のフォワードとして99振っちゃってもいいかな。ブラボー。多分今回さっき練習試合した感じだと、そうですね、1回戦負け間違いなくしそうな弱さだったんで、どうなるか、ちょっと、連盟の、一緒に大会出る人と練習していきたいと思います。じゃあこれでいこうかな、このデッキでちょっといきます。代表ナポマチトマホークさん、いらっしゃい。トマホークさんな、みんな名前変えてきますねちょこっとだけです。ティファの大会の練習試合ちょっとやりましょうっていうのでやってるだけなんで。パンテさん大丈夫ですかね。パンテさんよければ、おはようございます。昨日はありがとうございます。ともちゃん早いよ。じゃあパンテさん、このデッキでいきますんで、450757です。はい、もうそこな早いに仲良しになるの。はいはい、自分のミラティブの方、起きたらなぜか裸でした。よくわかんないからね、はい、ミラティブだとね、来られてる方、こんな感じでワイワイいつもやってます。じゃあ、やっていきますね。パンティさん、前回初めてサッカーキングになっておめでとうございます。はい、うちの連盟の、サブリーダーやってます。じゃあ、やっていきます。よろしくお願いします。さあ、どうかな。もうね、ちょっとチョコがね、チョコ食いすぎて気持ち悪いんですよ、本当に。皆さんチョコ食いまくってますか。本当ね、ピンクのチョコが落ちないんで、茶色いチョコばっか食べてるような気がしますけど。チームスキル、やっぱりですね、チームスキルと、まあ普段そうなんですけど、掛け算なんで、そこが実際のソステになると思いのほか能力を、やっと300ちょいピンク、すごい、みんな頑張ってますね。ソステになると思いのほか強い弱いがだいぶはっきりしてくるので、結構自分の本来のキャラクターの能力っていうのをバレバレになってきますね。
チケに50はじゃめっちゃやってますね。自分も頑張らないと。皆さんチケッツね頑張って集めないといけないかなと。今回あのチケッツいっぱい来たんで結構メインデッキとか結構上がってる方多いんじゃないかなと思うんですけど、いきます。これは通用すると、これは通用する。新田初めてスタメンにしたんですけど、でティファのレギュレーション限界まで一応上げたので、99にしてやっちゃうともう他何もできないんで、すごい今新田君悩みどころですね。まあ、今後新田のねカンストもシュートがどうしても上がないんで、そこがネックです。はい、パーフェクト91のソスティは無理か。今見ても結構他の国籍のキャラクター多く出てるんで、国籍リンクが乗らないんですよね。多分ディナスをスタメンに左右に振ってくる方多いんじゃないかな。多分大会当日、ね、ドリブルパスパスカット全部できますからね。もしかしたらね新しいあのパスカル入れてアルゼンチンコンビ使ってくる方も結構いるんじゃないかなとも思うんですけど、ここがねソステの葵くんってすごい弱いんですよ。やっぱり日本人リンクねある程度効かせてても、ここが逆に PL のソステはすごいっすよね。こう島の6、間違いなくこのキャラクターは皆さん持ってる方はスタメンで使ってくるんじゃないかなと思うんですけど、多分潜在覚醒と自動パスカキャラメインで使ってくるだろうなとは思ってるんですけど、なるべく使わないでいきたいなと思うんですけど、この辺がね松山くんがソステだ、ソステでもタックル1万7000っていうのが気持ち悪いです。タックルしかないですよね、多分取れる取れないから考えても。うん、取ってた。欧州45乗らないとそうだろう。と言ってもいいの、自分。これが今度逆に、日本人キラーなんですけど、日本人キラーのジェンティーレのソステが1万5000あるんですよ。で、パスカット1万2000、1万3000なんで、だいぶ強いですね、日本。これをスタメンにしてくる人はだいぶいるんじゃないかなと。まあ、もしくはね、サブに入れてとか、特に即パの方だったらもう間違いなくレギュラーで使って全然問題ないんじゃないかなと思うんですけど。ただね、パスカットを、まあ、普段育ってない人だと、剥がしたりとかね、積み直したりとかしなきゃいけないんで、その辺がどうなのか。今回、技剥がしいっぱい来たんで、ウィングドリブルを積み直した。全力の翼から積み直したので、そこが、いいとこですね。今回技剥がしが来るとまあいろいろできキャラクターが、ね、新規にメインのデッキ変わっても入れ替えてっていう。南葛ちゃん南葛ちゃん南葛ちゃん強いですよ。あーそう、ロブソンね、これ潜在覚醒のキャラクターこれがあるんですよね。必殺技封印があるんで、全部潜在覚醒のキャラとかで遊ぶ人とか出てくるのかな。なんちゃんなんちゃんって言うんですか。南葛翼は多分多くの方がスタメンにしてくるんじゃないかなと今予想はしてるんですけど、ここで引っかかない、引っかかったけど強い。自動は出なかった。自動はうっちゃん、うっちゃんそのボケ今ちょっと必死で返せない。うっちゃんって誰、うっちゃんって誰なんだろう。うわー、ごっついのにはまった。どうしよう、打つしかないね。一発目すいません、今返せなかったやつ。触れはして、だからベイさんとか配信やられてる方で、あの触れま、うわ見ました。ラッキー配信されてる方はすごいなと思いますよね。喋りながら、いろいろ解説とかしながら
あのゲームしてるのってすごいなっていつも思うんですけど。いやあのパンテさんといつも悩みながら、おおやっと入った、もうパンテさんと何回もやってんですけど全然入んないんですよ。ロゲシアタウズベキスタンのザンギエフ、なるほど、うっちゃんウズベキスタンのザンギエフ、マニアックですね。ザンギエフって言うんでしたっけ。パクチーさんありがとうございます。パクうちのあのミラティブに来る方は名前が個性的な方が多いですね。あと読めない方が多いです。ドラパス、これがねかわされちゃうんですよ。ちょっとハリネズミタックル自分 A なんで、あ A じゃない B なんで、 B60 なんでかわされちゃうんですよね。まあ葵くん多分やってもかわされちゃうんで、ちょっとシュナイダーのカンストの人はもう間違いなくフォワードでしょう。このシュートで必ず点を取る。でこれソステでもう何回もやられてるんですけど、ね、SGGK 全く意味ないですよ。エリア外、あしかもエリア外、これエリア外なんですけどセーフティーゾーン入ってるんですけど多分飛ぶんですよね。まあ、4回やって4回とも飛んでるんで、あ止めましたね、初めて見ました。何何っておっしゃったと思うんですけど結構飛んできますね。まあ、SDGK だとネオファイア99エリア外止まんないですね。そしてはちょっと後半、どうしようかな、ナッツ入れてロベルトを活かしてみようかな。逆に今わからない、わからないよ。うんと、これでアラビアって読むらしいです。アラビアさんいらっしゃい。アラビアさん、これ、もうすごい、もうトマホークさんまで分かって、うちの連盟以外の人でもこれがアラビアさんって読めるのがすげえ。もうみんなよくわからないからね。YouTube 映るよ、これ、撮影してるから。めちゃめちゃすいません、試合進めていいですか。うん、後半どうしよう。後半ロベルト上げて、翼サイドにして、お試しで、ナトレーザー入れてロベルトのバフ上げていきます。アマゾンに比べたらやっぱり空気は、もし本当にナトレーザーをスタメンにするんだったらパスカとかを積み直せ、まあ、ウザハガシを若干もしていたんで動かないと。よし来い、腕試しといこうぜ。面白いですね、チームスキル関係なくて。アラちゃんに比べたら、アラちゃん、アラちゃんですか、サミン、サミンに揃ってますか。アラビアの名が世界、世界、え、何世界わかんない、なんで世界に届けたいの。あーもうほら、裏取られた、これ裏取られちゃうじゃんね。パスカ持ってないし、バックステップロックだし、サイドに置かないとダメかな。ちょっとねやっぱ強い方だとパスカちゃんと装備してるんですけど自分、うお日本人キラー今見ました。そして強い、うお、何何か翼くんがいました。日本人キラーの数値がソステでこれですね、1万7000、1万4000、1万4000、1万3000なんで、うん、強いですね、日本人同士だと。まあ、なんか翼はもう間違いなくスタメンになってきますね、こうすると。ちょっと、あれをやってみようか。できるか。これめっちゃ上手い人は上手いんですけど、自分苦手なんですけど、この、あ、取れちゃった。あの、タップとどう、タップパスって言うんですかね。すごい、自動パスカット入ると自分、普段自分使わないんで、びっくりしました。あー、ロベルトじゃない。ちょっと、ステイが、
カルツがおそらくカルツのアーティストカット297なんで、全日本黄金トリオ350で多分ソステが一緒くらいになるんですよ。ちょっとまあ向こうがあれなんですけど、勝負してみようかな。あ、金でちょっといいですね。この辺は多分本番でも勝負、普段それくらいだと勝てたりするんですけど、本番厳しいかな。多分パンテさんね、このまま絶対何としても通してくると思うんで。エッフェル77と読み勝ち。ここで読み勝ちというのは厳しい。いやもう最近次長のこの強引なパスカット取れないんですよね、実際。強っ強っ、そんなに強いの。これは強かったな今。ここもう一回エッフェル来るよね。多分中央が切れたからいけんじゃん、いけないから。うわー、勝利の女神は俺たちに微笑んだようだぜ。厳しいですねこれ。よし、フランスパリエッフェル攻撃だ。いやこの欧州、力欧州、美杉君そういえばスタメンにしたんですけど、全く性能が発揮できてない。あーこれまずい。シュートで必ず点を取る。ああ、押しておきましょうか。いやでも楽しいですね、こう差が出ないんで。代表林のソステは1万5000です。ネオヒュー、ネオファイヤーのソステは1万7000。まあ連盟スキルがね、どうしても多分上位連盟の方だともう少し高いと。うおー、弾いた。よっしゃー、ちょっと今のこれは強いんじゃない。あ、ナポやばい、倒れてる、やばい、ナポやばい、やばい、初デビュー、読み勝つも何も打ってくるっしょ。打つしかないもんね、だってちょっと全力だけ切れなければ、最後はあの必殺技を出したい。全力だけ切れなければ、あー切れる。あー延長か、倒れると1万3000まで下がっちゃいますね。ナポのソステは PL インで1万6500です。あ、残ってると思わなかったね。よっしゃよし、ここから勝負きた。打てない。あ、ちょうどもう一回勝負してみましょう。せっかくね、あれなんで。アーティストカットが14300で、全日本大トリが350。スペは一緒くらいです。ピエールは、今もうスタミナがなかったですね。じゃあ、行きます。あー、絶対通らない。これはもう無理と。うん、把握しました。いやー、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう。はい、今の今度の勝った、勝ったぞ。ロマン飛行大会レギュレーションチームはですね、チームスキルなしで、あとはティファルールだということなので、ゴールデンコンビ XX からもですね、何人か出場させていただきたいなと思います。うちの連盟のメンバーともし対戦していただく方、皆様よろしくお願いいたします。はい、じゃあ以上、今日配信ここまでです。またよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。